女性層を中心に熱狂的なファンを持つ大ヒットコミックシリーズ、ドンテに笑う。2011年のコミック連載開始直後から人気を博し、2014年に TV アニメ化、そして2015年からは舞台化。様々なメディアで人気を博す大ヒットシリーズが満を持たして映画化され、3月21日、水、宿に全国公開を迎えます。 主演は、若手実力派俳優の筆頭、福士壮太さん。そしてメガホンを取るのは、踊る、大捜査線シリーズ、つぐとをはじめとする、日本映画界随一のヒットメーカー、本郷勝幸監督。本作を語る上では欠かせない、主題歌を担当したのは、坂カナクション。この最強コラボで送る、ド派手なアクション、そして笑いや感動も、 満載の圧倒的なアクションエンタテインメント作です。そんな、ドン天に笑うが根強いファンを抱える、低予算フラッシュアニメ、秘密結社高の爪とコラボ、相当と吉田くんが登場するスペシャル動画、1分でわかる。ドン天に笑うが制作され、この度解禁となりました。1分でわかる。 映画、ドンに笑う解説予告 https コロンスラッシュスラッシュ youtu.be スラッシュ wlmfrlmw 期動画では、吉田くんが本作の解説や見どころをコンパクトに紹介し、それに対して相当が緩くリアクションしていく、という、高の爪らしい笑いに溢れた仕上がりに、作品を知らなくても、タイトル通り1分で、世界観を理解できる、 予習に最適な動画となっています。映像の最後には、ドンテに笑うの登場人物たちを、吉田くん風のタッチにした特別デザインも登場。映画では、福士蒼太さん、中山優馬さん、古川雄希さん、桐山さざなみさん、若山明人さんといった、旬の実力背景面俳優たちが演じている、キャラクターだけに、吉田くん化したデザインのインパクトは絶大です。 曇り空丸、円中山優馬、ドン天下、円福士蒼太、曇り中、太郎、縁、若山明る人。安部青星、円古川祐希、金城おしらこ、縁、霧山さざあなみ。ストーリー、明治維新後の滋賀県、琵琶湖畔、代々その土地を守る曇り神社を継ぐ曇り屋の長男、天下、福士蒼太は、武芸に秀豪快で、明るく、 村人にも愛されるカリスマ兄貴であった。次男の空丸、中山優馬、三男の中、太郎、若山明る人と共に、皆が笑って過ごせることを願い、町を守っていた。300年に一度ん天が続くとき、この国に災いをもたらす巨大な力を持つおろちが、復活すると言われ、世の中が乱れ始めたとき、三兄弟は平和を守るために立ち上がる。一方、 明治政府の精鋭部隊、蔡、山犬のリーダー、安倍青星、古川祐樹ら隊員たちや、曇り屋に候する天下の親友、金城白子、桐山さざなみらも、人に宿って蘇るというオロチを見つけ出し、封印しようとしていた。しかし、オロチの力を手に入れ政府転覆を企てる最強の忍者集団、風魔一族が、ド天三兄弟の前に立ちはだかる。オロチは、 誰のもとに現れるのか天下はこの国を、皆の笑顔を守ることができるのか ?C 映が、どん天に笑う政策委員会、シートを煙、マックガーデン。